田中正宏、田中正宏、田中正宏、1988年11月1日体は、兵庫県伊丹市出身のプロ野球選手、当主。現在は、ニューヨークヤンキースに所属。彼は、MLB 遺跡に伴い活動拠点を北米に移し、現地の代理人は、エクセルスポーツマネージメント社となっている。野球のプロスポーツの連続勝利のギネス。 世界記録保持者。妻は、タレントの里田舞兵庫県伊丹市出身。生まれは、徳島県。伊丹市立、今陽里小学校1年時に、軟式少年野球チーム、今陽里タイガースで野球を始め、4番、星として、坂本隼人とバッテリーを組んでいた。打撃練習では、左翼方向への本塁打を連発し、 同じ方角にある校舎の窓を直撃しかけたことが何度もあったという。小学校時代の最高成績は6年時の県大会準優勝。伊丹市立松崎中学校時代にボーイズリーグの宝塚ボーイズで公式野球を始めると強権を買われて、当主も兼任するようになり、3年時には関西南選抜チームに選出された。駒大と馬駒高校1年の神宮大会では、 正保守で出場している。2年夏の第87回全国高等学校野球選手権大会ではチーム最多となる25回に3を投げチームも大会連覇を果たす。決勝戦で優勝を決めた最後の1球は2年生では史上初の時速1 5 0トルを計測した。大会後トリプル A アジア野球選手権大会の日本代表に2年生では どの上直道と二人だけ選出され優勝。二年秋からは、高田誉志氏が監督に就任後初のエース兼首相となり、秋季北海道大会では同場を参考に、フォーム改造した打撃でも、決勝を含む5試合中4試合で、本塁打を放つなど活躍。決勝では、過去最多の13点差で優勝した。その後行われた第36回明治。 神宮野球大会でも北海道勢として初めて決勝に進出して優勝し、第78回選抜高等学校野球大会では優勝候補に挙げられていたが、部員の不祥事により出場事態となった。史上2校目の夏3連覇がかかった第88回全国高等学校野球選手権大会では大会直前から体調を崩したが、チームは決勝に進出。 早せが実業との決勝戦では3回途中からリリーフ当板して延長15回毎日失点。チームは1から1で引き分け、37年ぶりの決勝引き分け再試合となった。再試合でも1回途中から当板し、7回3分の1を投げ3失点に抑えたが、チームは3対4で敗れる。自身が最後の打者となった空振り三振。 甲子園通算成績は春夏12試合の当番で8勝、無敗だった。大会後は、日本高校野球選抜として、アメリカ遠征に参加。9月25日の高校生ドラフト会議において、北海道日本ハームファイターズ、オリックスバファローズ、横浜ベスターズ、東北楽天ゴールデンイーグルス、から1巡目指名を受け、抽選の結果楽天が、交渉刑を獲得。 同月30日に開幕した秋野の自区、兵庫国体では1回戦で13奪三振、無失点に抑えるなど決勝までの3試合24イニングを無失点で抑えるも、10月4日の早稲田実業との決勝戦では、甲子園でも投げ合った斉藤祐希に敵地打を浴び、1から0で敗れ準優勝。11月2日には楽天と仮契約を結び、背番号は18に決定。 高校時代の公式戦通算成績は57試合の、当番で35勝3敗、計329回に3を投げ、防御率1.31、脱三振数は横浜高校の松坂大輔を上回る458、脱三振を記録。周囲からは、怪物、世代最強エースなどと評された。打者としても、高校通算13本塁打を記録している。 は、春季キャンプでのフリー打撃、紅白戦、オープン戦の初登板が、すべて雨で中止か延期となり、チーム内で雨男と、あだなされた。3月29日の対福岡ソフトバンクホークス、戦で、初登板初先発、1回に、3を投げて、打者12人に対し6安打3奪三振1死球で、6失点。4回に同点となって、敗戦投手にはならなかった。 降板後のベンチで涙を見せた。4試合目の登板となった4月18日の対、ソフトバンク戦で9回を2失点13奪三振に、抑え初勝利初完投。6月13日の対中日ドラゴンズ戦で、高卒新人ではのダルビッシュ主有以来の完封勝利を記録。同年のオールスターゲームに、高卒新人ではの松坂大輔以来となるファン投票で選出された。 7月22日の第2戦に先発して、自己最速の時速 153km を記録した2回6失点。7月10日には、高卒新人として、松坂大輔以来史上6人目、江夏豊と並び最速体となる96回に3でのシーズン100奪三振を記録。8月31日の埼玉西武ライオンズ戦で、松坂大輔以来となる高卒新人。 および球団史上初となるに桁勝利を挙げた。リーグ4位の186回1、3を投げて11勝を挙げ、リーグ2位で高卒新人では、歴代4位の196奪三振を記録。高卒1年目で、新人王を受賞した。これは、松坂大輔以来8年ぶり。同年は連敗ストッパーとなることが多く、監督の野村克也は、だって、田中は、 うちのエースだもんと答えたこともあった。ソフトバンクとの相性が良く、当番6試合のうち5試合で勝利投手になった。は、シーズン前に2年目のジンクスについて聞かれると、全く考えていない。今やるべきことをやるだけ。そのことは二度と聞かないでほしいと答えた。5月4日の対北海道日本ハムファイターズ戦、札幌ドームで勝利投手となり、 北海道で初勝利を挙げた。また、この試合後には、同球場では、史上初の対戦チーム選手のヒーローインタビューが、長さた。交流戦の最終戦の対広島東洋カップ戦、広島市民球場では、プロ入り初セーブを挙げた。北京オリンピック、北京五輪の野球日本代表に選出され、背番号は15、大会を通じ3試合に登板、7イニングで、失点。 自粛点は0だった。レギュラーシーズン最終戦の10月8日の対、ソフトバンク戦、ケイスタ宮城で9回を6アンダム失点に抑え、チームは延長12回にサヨナラ勝利するが、田中は勝利投手とならず、この年は9勝に終わるが、高卒新人としては40年ぶりの2年連続150、脱三振を記録した。開幕前の3月に開催された第2回。 ワールドベースボールクラシックの日本代表に選出された。同大会では大会2連覇に貢献した。シーズンではホーム開幕戦となる対ソフトバンク戦に先発して完封でシーズン初勝利を挙げた。また、4月14日の対千葉ロッテマリーンズ戦で1、失点完投。4月22日のロッテ戦で完封。4月29日の対日本ハム戦で。 野村克也の監督通算1500勝目となる1、失点関東と、の小宮山悟、長谷川重家都市以来となる開幕から4試合連続関東勝利を記録し、自身初の月間 MVP に選出された。5月13日の対日本ハム戦で関東は途切れたが、6月3日の対阪神タイガース戦で、敗れるまで開幕7連勝を記録。 6月11日の中日戦で8勝目を挙げた後は、7月20日の対ソフトバンク戦で抑えとして登板して、自己最速を更新する時速 155km を計測し、防御率1点台を維持しつつもオールスターゲーム後まで、勝ち星らは遠ざかっていた。8月7日の日本ハム戦で、約2ヶ月ぶりの勝利となる9勝目を挙げて、以降は安定した結果を残し、 8月27日の西武戦で自己最多となる12勝目を記録。8月には4試合に登板して4勝0敗、防御率1.44、30奪三振で自身2度目となる月間 MVP に選出される。援護率がパリーグでワースト2位の3.54だったにもかかわらず、最終的にリーグ2位、対チームトップとなる15勝、リーグ3位となる。 防御率2.33を記録。10月17日のクライマックスシリーズ第1ステージ、第2戦の対ソフトバンク戦で自陣初の無支球、関東勝利を挙げ、チームの第2ステージ進出に貢献した。12月25日の契約公開では1億500万円増、プロ入り4年目の選手としてはダルビッシュに次ぐ、史上2番目の高額契約となる、年1億8000万円で契約、推定。 はシーズン開幕から低調なチームの中でも奮闘した。5月には自身3度目となる月間 MVP を受賞し、6月までにチームトップの発祥を挙げた。しかし7月に太ももの肉離れで戦線離脱。8月に復帰するも8月29日の大西部戦で投球中に違和感を訴えて降板すると右大胸筋部分断裂と診断され、 以降の試合は欠場している。最終成績の11勝、防御率2.50はチームトップだったが、脱三振や投球回はプロ入り5最低となった。11月15日にはタレントの里藤玉井との交際を自身のブログで公表した。1月12日にホリプロよりマネジメント契約を結んだことが明らかにされた。公式戦シーズンは、 6月と7月には2ヶ月連続で月間 MVP を受賞8月7日の対日本ハム戦を迎えるまでの開幕から16試合続でクオリティスタートを達成し8月27日の対ソフトバンク戦では野田浩二に次ぐ歴代2位の1試合18奪三振を記録9月10日の対日ハム戦では2006年夏の甲子園の決勝以来となる 斉藤勇気の対戦となり、前売り券のみで売り切れるほどの大きな盛り上がりを見せ、結果は田中が一失点完投で勝利した。この試合は、ジョージア魂賞の年間大賞に選ばれている。シーズン前半は10回無失点ながら、勝ちがつかないなど、なかなか打線の援護に恵まれなかったが後半に、勝ち星を伸ばし、最終的に19勝5敗。前述の月のに月も、 月間 MVP を受賞し、リーグ史上初となる年間3度の月間 MVP 受賞を果たした。投球回は、初の200イニング超えの226回1、3イニング、年々減っていた、脱三振は241と、イニング数を超える数を記録。防御率は、パリーグ史上2位となる1.27で、2リーグ制以降では、歴代5位の記録である。この年は、 最多勝利、D、J、ホールトンと同数、最優秀防御率、最優秀投手、最多完封6試合、ダルビッシュと同数の4冠を獲得。他に、両、リーグトップの関東、14試合、ただし2試合10イニングを投げた試合があるが、いずれも決着がつかなかったため関東ならず、無支球試合、5試合も記録。四球の数も減り、 過去最多のイニングを投げながら支球はわずか27と、過去最少で、パリーグの規定投球回に到達した投手の中では3番目に、少なく、予支給率1.07、K、BB は、最多奪三振を記録した、ダルビッシュの7.67を上回る8.93を記録し、沢村栄二賞を初受賞、他にもベストナインにも選出され、ゴールデングラブ賞、 最優秀バッテリー賞も獲得した。1月26日に里田舞との婚約を発表。シーズン開幕を控えた3月20日に里田との婚姻届を提出した。3月30日の開幕戦では自身初の開幕投手を務めたが、6回5失点で敗戦投手となった。4月22日に腰痛で2年ぶりに戦線離脱した。 復帰後の5月30日の対巨人戦は先発の杉内俊也と互いに8回まで投げに桁た立つ三振を記録する勝負であったがチームはノーヒットノーランで敗れ敗戦投手に7月6日の西武戦では先発投板が予定されていたが投球練習中に右脇腹に違和感を訴えて先発投板を回避し代役として中7日で 塩見隆かが登板することになった。8月19日のタイ西武戦、西武ドームでは通算戦奪三振を記録するものの6失点で敗戦投手となるが、8月26日の対日本ハム戦では延長10回を無支給完封勝利を挙げ、これより翌シーズンにかけての連勝記録をスタートさせることになる。シーズン終盤に4連勝し、 最終戦で10勝目を挙げ、4年連続の2桁勝利となった。防御率は2年連続の1点台となる1.87、リーグ最多奪三振を記録。また関東、関東もリーグトップを記録。規定投球回達成者では、最少となる19支球、BB、9割0.99と1を割り込んだ。オフの12月4日に、 第3回 WBC 日本代表候補選手34人に選出された。また12月22日に3年12億円、出来高で契約公開し、将来的にそういうところ、メジャーでやろうという気持ちが芽生えたで、早いうちに伝えようと思いましたと将来的なメジャーリーグ挑戦の意思があることを明らかにした。は、2月20日に、 第3回 WBC 日本代表選手28人に選出された。同大会では先発として起用されていたが、中継ぎに配置転換され、4試合に登板。7イニングで防御率2.57の成績だった。レギュラーシーズンでは開幕から連勝を重ねた。4月は4試合に登板し、3勝0敗。なお四月十六日の対ソフトバンク戦では七回に、 失点でリードのまま降板しているが、チームがその後逆転負け。田中に勝ち負けはつかなかったが、この年のシーズン公式戦では、唯一の田中が登板しての敗戦となった。5月は5試合に登板し4勝0敗で、通算8度目となる月間 MVP を獲得した。これは、投手としてはパリーグ最多、5年連続受賞は、投手としては、プロ野球初。 6月16日の大半新戦、ケースタ宮城で、球団新記録の開幕から9連勝。6月は4試合当番で3勝0敗で、史上初の2度目の2ヶ月連続、通算9度は、投手としては、日本プロ野球最多タイの月間 MVP 受賞。7月は4試合当番で3関東の4勝0敗として、 パリーグ初の3ヶ月連続日本プロ野球大記録の年間3度目、通算10度目、いずれも一郎の記録に並ぶの月間 MVP 受賞となった。8月に入っても連勝は途切れることはなかった。9月に多くの連勝のプロ野球新記録を作ることになる。8月2日の対日本ハム戦、札幌ドームで開幕から15連勝として、マシバシゲル U。 斉藤和美の日本プロ野球記録に並んだ。8月9日の対ソフトバンク戦、ケースタ宮城で日本プロ野球新記録の開幕16連勝、また前年から20連勝で、松田清タ対と稲尾和久の日本プロ野球記録に並んだ。先発登板だけで20連勝は史上初である。8月16日の対西部戦、西部ドームで、 日本プロ野球新記録の21連勝。8月30日の対ソフトバンク戦、ヤフオクで開幕からの連勝を19として、2、ルーブマーカードが記録したメジャーリーグの開幕連勝記録に並んだ。8月は5試合に登板し、5勝0敗で日本プロ野球新記録の4ヶ月連続、年間4度目、通算11度目となる月間 MVP を受賞。 9月6日の対日本ハム戦、ケースタ宮城で、稲尾和久の記録に並ぶ日本プロ野球対記録のシーズン20、連勝。シーズン20勝は2008年の楽天の岩熊久志以来、メジャーリーグの開幕連勝記録を上回った。9月13日の対オリックス戦、ケースタ宮城で、シーズン21連勝、日本プロ野球新記録となり、 カール・ハッペルがらにかけて記録した、メジャーリーグ連勝記録を上回った。9月21日の対日本ハム戦、札幌ドームで、日本プロ野球では1980年の木田・イサム以来33年リ、2008年の岩熊、久志を上回る、球団新記録のシーズン22勝目で、2003年の斉藤和美以来の日本プロ野球対記録の15試合連続登板勝利。 楽天の優勝へのマジック2で迎えた9月26日の対西部戦、西部ドームで1点差で迎えた9回裏に、同期初のリリーフで登板。この時、ほぼ同時刻に2位のロッテが敗れて、マジックが1となり、このまま勝てば優勝決定の場面で、田中はランナーを2人出したものの無失点で抑えて、同上げ投手となり、チームは初のリーグ優勝を決めた。田中のは4年ぶり。 9月は4試合当番で3勝1セーブとして5ヶ月連続通算12度目の欠陥 MVP を受賞。その後も連勝は途切れることなく同期最終当番となった10月8日の対オリックス戦ケースタ宮城でシーズン24勝目を挙げた。シーズン中の田中のクオリティスタート率は100%であり、全試合を6イニング以上、自責点3以下に抑えた。 ロッテとのクライマックスシリーズ CS ファイナルステージでは第一戦ケースタ宮城に先発登板し2対0で CS では初の完封勝利 CS で3試合連続勝利は大記録で史上3人目3試合連続完投勝利は CS 新記録日本シリーズ進出を決めた第4戦でも9回表にリリーフで登板し無失点に抑えて パリーグ CS の最優秀選手に選ばれている。巨人との日本シリーズでは、第2戦、ケースタ宮城に先発し、シリーズ史上18人目20度目の2桁奪三振、シリーズ史上3人目の毎回の12奪三振で、自身と球団シリーズ初勝利を挙げるが、チームの日本一まで、残り1勝だった第6戦、ケースタ宮城では、9回を160球で完投も、被安打12で、 この年のシーズン公式戦から含めてワーストとなる4失点敗戦投手となった。翌日の第7戦、ケースタ宮城でも3点リードで迎えた9回から当番。打者5人に15球で無失点で抑えてセーブを挙げ、球団史上初の日本一が決定するとともに田中が胴上げ投手となった。この年は最多勝ち、最優秀防御率。 勝率第一位投手を獲得。前年からの連勝を28、開幕からの連勝を24としてそれぞれ日本プロ、野球新記録を達成。規定投球回数に達し、勝率10割としたのは、日本プロ野球史上4人目で、シーズン無敗で最多勝ちは、日本プロ野球史上初。沢村賞は、選考委員会でわずか10分満場一致により、選出され、 ベストナイン投手部門では24年ぶり、自身初の MVP では、投手やし通じて48年ぶりに、記者投票で満票を獲得しての受賞となった。11月23日に行われた球団のファン感謝祭において、開幕からのシーズン24連勝に前年からの28連勝と、これにポーストシーズンの2勝を含めた30連勝の3つが、ギネス世界記録として認定され、 認定証が送られた。ポスティングシステムの新協定成立後の12月17日には、翌シーズンの MLB 挑戦を希望していることを表明し、25日に球団からポスティングシステムの講師を容認される。マネジメント契約を結んでいたホリプロとの契約は、この年で終了し、エクセルスポーツマネジメントの代理人として契約交渉を行う。田中は、 プロ入り当初からメジャー願望を持っていたことを当時の監督であった野村が後に明かしている。1月22日にニューヨークヤンキースと総額1億5500万ドルの7年契約に合意したことが発表された。当主としては MLB 史上5位の契約額となり4年目終了後には契約をオプトアウトして FA となる条項が付く。合意後の会見では ヤンキースとの契約を選んだ理由について最大限の評価をしてもらった。世界でも名門のチームだし、いろいろなものを感じながら違ったものを感じながらプレーすることができるのではないかなと思っていますと語った。24日には背番号が19に決定したことが球団から発表された楽天時代の背番号18はすでに黒田裕樹が用していたため、これにより 田中は楽天から3人目のメジャー遺跡選手、1人目は福森和夫、2人目は岩隈久さとなったが、楽天生え抜き選手だけなら、田中が最初の選手となった。都米時には本人や家族と関係者、計5人と愛犬1匹のため、かつ入団会見やキャンプにベストなコンディションで臨むために、日本航空のボーイング787を、 自費負担でチャーターしたことが話題になった。スプリングトレーニングでは3度の先発を含む5試合に登板し、2勝0敗、防御率2.14、ホイップ0.86と高騰。3月29日には、スプリングトレーニングで活躍した1年目のヤンキースの選手に与えれる、を受賞した。開幕4戦目となる4月4日のトロントブルージェイズ戦で MLB 初登板となる。 初先発を果たした。1回裏に、先頭打者のメルキー・カブレラに、本塁打を打たれたが、7回を6安打3失点、自責点に8奪三振の投球で、NPB、MLB 通算100勝目となる、MLB 初勝利を挙げた。5月14日のニューヨーク・メッツ戦では9回を、4安打無失点の好投でメジャー初完封勝利を挙げ、9回の第3打席では、 MLB 初安打も記録。5月20日のシカゴカブス戦では6回8安打4、失点、自責点3で MLB での初敗戦投手となり、2012年8月26日から続いた NPB、MLB レギュラーシーズンでの勝ち記録は34で止まった。6月3日には日本人投手史上3人目となる5月のリーグ月間最優秀投手に選出され、 ヤンキースの新人投手では、史上初の受賞となった。6月28日のボストンレッドソックス戦では9回、2失点の投球で、敗戦投手となり、プロ入り後では2010年6月以来の連敗を、キッスルマのスティーブ・ロジャース以来となる、メジャー最長大記録取るメジャーデビューからの16試合連続クオリティスタートを、達成。前半戦は18試合の先発で12勝4敗。 防御率2.51、ホイップ1.01の成績を残し、オールスターに選手間投票1位で選出されるが、7月9日に右ヒーちの違和感を訴え15日間の故障者リスト入りし、オールスター出場も辞退。翌日に右ヒーち人体の部分断裂で全治6週間と診断され、PRP 療法という保存療法での回復を目指し、リハビリを行う。 9月21日のブルージェイズ戦で復帰し、投球数7 9で5回1、3号も安打1失点の投球で13勝目を挙げる。シーズン最終当番となった復帰2戦目のレッドソックス戦では、メジャー一席後最短の1回に、3を7安打5次席点と打ち込まれる。チームはポストシーズン出場を逃したが、復帰後は右ッじに異常なくシーズンを終えた。 4月6日のトロントブルージェイズとの開幕戦で、日本人4人目となる開幕投手を務めたが、4回後失点、自責点4で敗戦投手となった。4月23日の登板後、右肘の不調で1ヶ月以上登板できなかった。前半戦は11試合に先発して5勝3敗、防御率3.63を記録した。8月28日のアトランタブレイブス戦で7回後、 あんだ3失点に抑えて、シーズ10勝目、6敗を挙げた。9月6日、夫人の里玉江が第一死妊娠を公表。この年は24試合に先発し、12勝7敗。防御率3.51の数字を残し、シーズンオフの10月に、右ひいの骨片を取り除く手術を受け。2月15日に、妻の里玉江が、ニューヨークの病院で、 第一子となる長男を出産。母子共に健康とされる。田中は、フロリダ州タンパでのトレーニングを切り上げて、ニューヨークに向かい、出産に立ち会っている。オープン戦では、防御率7.36と振るわなかった。4月5日のヒューストンアストロズとの開幕戦、日本人二人目となる2年連続の開幕投手を務め、会に失点と高騰したものの勝ち負けはつかなかった。 9月21日のタンパベイレーズ戦では、自己最多となる14勝目を記録したが、右前腕の張りのため先発が予定されていた同月26日の登板を回避し、それでもメジャー3シーズン目にして初めて規定投球回に到達。チームトップの14勝を挙げたほか、防御率は最終盤まで最優秀防御率獲得のチャンスがあったが、 最終的に3.07のリーグ3位で1位とは0.07差で終えた。開幕前の1月23日に自身のツイッターで第4回 WBC の日本代表不参加の意思を表明した。スプリングトレーニングでは開始早々にジョージ・ラルディ監督より開幕投手に指名され、シーズンの目標として34試合登板230イニングを宣言した。 オープン戦は3勝1敗、防御率0.42を記録。開幕戦の4月2日のレイズ戦に先発し、日本人投手初の3年連続開幕投手となったが、3回途中で7失点と炎上した。14日のカージナルス戦で同年、シーズン初勝利を記録。27日のレッドソックス戦では2014年5月14日のメッツ戦以来となる完封勝利を記録した。 8月27日のマリナーズ戦で同年シーズン10勝目を挙げ、日本人メジャー初のデビューから4年連続2桁勝利を記録した。9月2日のレッドソックス戦では MLB 通算50勝目を記録。101試合目での到達は日本人投手史上最速記録。14日のオリオールズ戦では日米通算150勝を記録した。 シーズン成績は13勝12敗、防御率4.74だったが、ポストシーズンでは2勝1敗、防御率0.90を記録した。11月3日、オプトアウト権を行使せず、ヤンキースに残留することを発表。2018年3月31日、開幕2戦目に登板。6回を3安打1失点8奪三振という、後頭ぶりを見せ、 ルーキーイヤーから実に4年ぶりとなる白星スタートを飾る。BROOKSBASEBALL.NET、OK、版投球データ投球モーションは高めのスリークォーター。MLB 移籍後は平均91.5メートル PH、約時速147.3キロメートル、最速98メートル PH。 約時速 157.7km の速球、シンカー、フォーシームと、平均 87mph、約時速 140km 前後のスプリッター、平均83から 84mph、約134時速 135km で、大きく変化するスライダーが全投球の8割超を、占め、その他に、平均十八からートル p h 約142時速 143km のカター、平均75から 76mph、約121時速 122km のカーブを投げ分ける。田中自身がシンカーのことをツーシームと呼んでいる。請求力を示す指標である脱三振を余死球で割る。K、BB では、生涯1000イニング以上投げた投手の中では、 日本プロ野球歴代3位となる通算4.50を記録している。NPB での通算の良し休率は1.9、メジャー通算は1.7。2010年まではフォークを投げていたが、思っていたほど三振を取れずに悩んでいた。その矢先、週刊ベースボールに掲載されていたブライアン、ファルケンボーグ、当時福岡ソフトバンクホークスのインタビュー記事を読み、スプリットを習得する。 それ以降、フォークを封印して、スプリットを投げるようになったという。プロ1年目、縦のスライダーを軸にした投球スタイルで、脱三振率は9.46を記録。2年目からは変化の小さい球種を使った、打たせて取る投球をするようになり、脱三振率8.30を下回る脱三振が減少傾向にあったが、5年目の2011年には、 前年の2倍以上となる241奪三振を記録し、奪三振の半数近くをスプリットで奪った。守備に関してはゴールデングラブ賞を3度受賞。守備防御点は2016年にアリーグの投手では1位体となる数値を記録し、MLB5 年間でプラス25を記録している。牽制も素早い。かつてはクイックモーションに課題があり、 一年目のシーズンもと、盗塁数28は12球団ワーストだったが、翌年の春季キャンプまでに練習で克服している。福岡ソフトバンクホークスと北海道、日本ハムファイターズに対して、相性が良く、2013年までの通算成績は、対ソフトバンク16勝3敗、対日本ハムは23勝6敗と勝ち越している。一方、 埼玉西武ライオンズとの相性は悪く、パリーグでは唯一通算で負け越している。NPB 時代、メンタル面についても高く評価されていた。相性は、マー君、マッサ。2006年8月27日の練習後の田中と、斉藤祐樹の会見で互いに、マー君、ゆうちゃんと呼び合っていることを明かし、両者の相性が広まっていった。 1988年生まれのプロ野球選手、ハンカチ世代を集めた88年会の発起人であり、前田健太、坂本隼虎と共に子供たちを対象にした野球教室などを行っている。無類のアイドルファン、基本は箱押し、最初は現在の妻、里田舞やモーニング娘。等が所属しているハロー。プロジェクトのファンだった。その後、 特に信仰がある、桃色クローバー Z とは、夫婦家族で遊ぶ仲となっている。ボーリングは平均スコア170、ベストスコアは216、2007年当時。楽天時代、球団からは、故障防止のためプレーは、シーズンオフに限ることと言い渡されていた。楽天の公式サイトでは釣りも趣味となっており、ゴルフも趣味以上と語っている。競馬ファンでもあり、 2014年以降春秋の GI シーズンになると東京スポーツ市場で JRA の GI レースの予想を行うのが恒例となっている。2014年12月の第59回有馬記念では同レース史上初となる公開枠順抽選会のスペシャルゲストに選ばれた。競馬関係者では竹豊と進行があり2016年6月には ベルモントステークス機場のため渡していた部をヤンキースタジアムに招待している。一番好きな食べ物はデミグラスソースのオムライス。ケースタでナイターに登板する際は必ず昼食に妻、里田井の作ったオムライスを食べてから球場入りしていた。一方で苦手な食べ物は冷やし、トマト、キフライ。日本代表、楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。